でも演奏されますので、ご興味のある方はぜひそちらにもいらしてください。はい、それでは続きまして開会の挨拶の方に移らせていただきます。まずはじめにパレードにご協力をいただいております協同組合元町 SS 会理事長永井淳二様よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。そしてようこそ元町ショッピングストリートでご来街いただきました、共同組合元町 SS 会の理事長をしております永井と申します。皆さんご存知のように、このセントパトリックスで、3月17日は、アイルランドにキリスト教を布教した聖パトリックの命日でございました。アイルランドでは祝日となってますけれども、このアメリカで大々的にですねパレードとして発展したパレード、今アイルランドのダブリンでは5日間を挙げてのお祭りになっているということで、まさに今日3月12日をスタートとしてですね、このお祭りが始まるわけでございます。13回目を数えます元町でのセントパトリックスデイパレードですけれども、山手ご在住の国際色豊かな学校や住民の皆様の協力を得てたくさんの参加のメンバーがグリーンのパレードに参加されます。ぜひ今日グリーンをねお見つけになっているお客様もたくさんお見受けしますけれども、先ほどお司会のご挨拶にありましたように、皆さんが一日だけアイリッシュになって心ゆくまでですねパレードを楽しんでください。そしてまたその後は少しだけビールを飲んだりショッピングをなさったりしてですね一日お楽しみいただきたいというふうに思います。そして最後になりましたけれども、アイリッシュネットワークの皆様、そして在日アイルランド大使館の皆様、商工会議所の皆様、一日どうぞよろしくお願いいたします。長井理事長ありがとうございました。続きましてアイルランド大使館二等書記官クリス・グリーン様よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。こんにちは。